も皆さんこんにちは、こんばんは、ケリーです。ダークウッドの続きをプレイしていきたいと思います。今回はですね、前回まず豚のところ行ったら でっかい豚が横たわってたんですけども、あとはケーブルが途中で切れている、発電機みたいなのがあって、ケーブルがあると直せるみたいなんですけども、そのケーブルがないのでまだ寄ってないところ、大体もう回ったとは思うんですよね。なのでこのなんか顔のマーク、ここですね、ちょっと怖いですけど、ここか時間があったらこっち側もちょっと行ってみようかなと思います。道なりに行けばいいんですね。ここだ。上から音がしたけど、いなくなった？この辺なんかありそうな、こういうことやってるから時間なくなるんですよね。痛いし、びっくりするし。あ、雨降ってきた。ここですね。暗いなあ。キノコの音が聞こえる。ん？キノコの音も聞こえるけど、なんか音楽が、あ、なんか、人が死んでる？キノコいっぱい、すっごい爆音。あ、バイオリン。あ、バイオリン少年、少年？青年？ここに住んでたんだ。音楽好きで、なんですかね。レコード。こっち側から音するけど、こっちかな。あ、いた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 。ミュージシャン。うわお。もうちょっと変異しちゃっ、ちょっとっていうか完全に変異し、よだれも垂れちゃった。
ってるけど、ションアイテムプラスチックチック、あ、やっぱこの子かな、喋り方がこうと思ってるというか、フォト・オブ・ザ・ドクター、何を書いているかはわからない。これけ？あ、デッドラット、これは駐車で使えるから、これだけ？じゃあ、左上のピエロ、ここ行ってみましょうか。何もない、何もないね。よし、あー、いるか。うん、どうしよう、パスかな。外したないな。ここはキャンプで、この上ですね。この上。ここだ。犬がいるな。ちょっと外回りをちゃんとチェック。え？この犬強いんだよ。危ない。
ああ回復しようかな。6ピーク何個持ってたかな。2個か。どうしよう。ちょっとまず使わないで、この建物の中で使うかもしれないから。ジャンクパイプ、いるなー。やめてくれー。なんだこれ。れジェネレーターじゃない？開かない。6ピック。ぶっ壊せるけれど、まあ6ピック、開けちゃった。ワイヤーないかな。ァブリック。ガソリン、ちょっと一回止めよう。こっち側の家から。あ、ガソリンあった。これをじゃあちょっと一応ちに入れて、これで大体もだいぶ持つでしょう。ガソリンつけて、ああ、ここにもあった。キノコがあって、この奥、ちょうど火炎瓶手に入ったから、これ使って。よし。ちの部屋にいる？犬。あー、ツールボックスね。欲しいんですけど、アップグレードできない。ブループリント。ロケット？あー、これ。部品じゃないですか。これだけの部品が欲しい。で、こっち側だけど、開いた。
ああ、持てない。何と交換しよう。アルコールと。カード、お、1361年、いや、そんな昔、1961年かな。これがあの宝箱の数字とかではないですよね。1961。バッテリーとテープがあるけど、とりあえず置いて、どこにいる？こっちの部屋か。あ、いた。あ、いる。人だ、ピエロみたいな。グラス？メタル、いやー読めない。ショーアイテム、あ、さっき取った。ドクター、なんかいろいろ喋ってるけど読めない。ブループリント、トレードできる。ああ、ケーブル売ってるじゃん。80、これなんだ。オールドウッド100円。お金が50円しかこの人とは作れてないから、あーくー、売るか。じゃあ仕方がない。鹿の角売って、ミートでしょ、お薬、火炎瓶、マッチも、あ、とりあえずこれでどうなるかな。225円。でちょっと待って、この辺なんかない？あ、ワークベンチもあんの？リペアすることは、あー、木の板がない。木の板1個あれば、あ、ゴシップ。木の板木の板はないんだ。じゃあ
まずはケーブル買って、マップですね。オールドウッドのマップ買って、で、ワイヤー30円、高い。高いな。まあ、とりあえずこんなもんですかね。これで、これなんだろうね。ああ、使った。オールドウッドの方？お？ロケーション。ああ、ここがオールドウッドの私の拠点になるとこかな。あと、なんか、あとケーブルぐらい。よし、じゃあこれで。あ、待て待て。これ一応止めて。がなんかあるかな。あ、木の板。ああ、ちょっと持っていこう。ちょっとリペアして。いやー、やばい、もう18時。ブッダのところに行けないな。ここじゃなかった。リペアで、よし、オッケー。どうしようかな。上にあった6ピックで開けるやつだけ開けて。あ、6ピック、待ってよ、でも2個使ったんだっけ。ワイヤーは1個しかない。やめよう、やめとこう。リターン、リターンって言ってる。帰らねば。暗い暗い暗い。毒もいっぱいあるし。ああ、もう。使おう。ああ、使わなくてよかったかな。よし、なんとか。電気つけて。よし。で、クックして。これいけないかな、無理かな。あ、無理だね。
ラットで120。もうちょい。ミートで60。あと、もうちょいだ。ケーブルは、ちょっと今死んだら大変だから、どうしよう。うわー、いいものばっかり入ってるね、手に。どっか箱なかったかな。あ、ここに、これと、これと、ケーブル？やべ、時間あっちゃったよ。これ多分俺死ぬな。守りきれないような気がする。あ、こっちにもあった。じゃあこっちに、どうしよう。即席クラフトで、あー作れないもんね、ベアトラップとか。来た来た来た。いるなあ。来た来た来た。痛いな、なんだ。痛い。わ、待って、これまたあれ来るでしょ。なんか足音でかい。やっぱ来た。あと2時か。
買うものも特にキノコぐらいしか、あとワイヤーちょっと欲しいかな。キノコとワイヤーを買ってで OK。80、あと100、あと96。リペアして、てか早くアップグレードしたい。あれ、あ、そっか、しまったんだ。これとケーブル取り出して、あれ、マックス、これ以上は増やせない。いやー、じゃあ早くワークベンチですね。あとシックルとかこのアーマーとかですね。これがないんですよね、ドライヤーみたいな。となるともこれいらないんじゃないの。あ、でもまたなんか使うかもしれないから、まあ、一応しまっておきますか。あと向こうにしまう場所どうせないんで、あとワーロックピック作って、しまう場所がない。包帯。よし、これで一枠開かないかな。開かないか。ダメだ。どうしよう。ワイヤー、石、お金になる石一回取り出して、で、この石をここですね。よし、忘れないように。こんな感じで、ケーブルも取ったし、よし、はい、では時間がちょうどいいので今回はこの辺で終了にしたいと思います。で、次回ですね、ケーブル直しにこの豚のところですかね。
ここを調べたのも大体調べたとは思うんですよね。また、あとはこの、ここで行けない場所があるぐらいで、あと開けてない場所ですか、開けれない鍵付きの箱とかあるぐらいなんで、まあ見落としてるのか、とりあえずここ調べて、オールドウッド突入ですかね、もう少ししたら。はい、ではご視聴ありがとうございました。